日にちの間違いを気づいたんだけど、別に河野と遊んだのが土曜だろうが日曜だろうが、それはいいよね。今日にちの間違い気づいてどうしようかなって思ってたんだけど、で、ちょっとそれは忘れて、日曜だ、河野と遊んだら日曜だと。で、土曜の昼に、土曜の昼過ぎぐらいに、これみんな見たかな、見た人ほとんどいる、視聴率自体は 4% ぐらいだと思うんだよね。あのね、TBS の夕方ぐらいにやってた、ま、調べたら、商品争奪家族クイズっていう番組なんだけど、これが来たよ !TBS 基本センスねえと思ってたけど、今まで。基本バラエティセンスねえと思ってたけど、最近の TBS の中で俺の中では超ヒット出たね。だって変な話、完全 DVD に焼いたね。あのね、司会がね、加藤浩一くん。なんですよ。加藤浩二くん。お兄さんかよ。加藤浩二くんなんですよ。加藤、極楽の加藤浩二くんで。これで、アシスタントが、玉結びの小林遥が二人でやってて、もうルールは、俺たちの時代で言うと100万円クイズハンターなんですよ。100万円クイズハンターの大家族版みたいな番組で、4つの家族がいて、これで、そこにサポーターとして、まあ一応タレントが入ってるのに、一人ずつね。で、4つの、その、家族が、クイズに答えて、パネルをめくると豪華商品があるわけ。液晶テレビとかそういうやつがあって、それで、それをこう、みんなで、まず一旦取ったら、今度は後半戦はそれの、分取り合戦みたいになって、後半戦の早押しクイズ答えたら、答えた家族は、あの家族の何って言って、で、その言ったらその家族とまた早押しをもう一問やって、で、その早押しクイズに答えると取れるし、相手が答えると防衛できるみたいな、まあシンプルなクイズで、要は100万円クイズハンターと、ちょっと幸せ家族計画みたいなのを狙ってて、100万円クイズハンターは答える人一人で、後ろに応援団がいっぱいいたんだけど、もう答えるところが大家族なのね。それで、キャラ、最初見た時には、今時って思ったの。正直、今時これで来るのって思ったのね。でも、割と一般参加のクイズ番組も相当減ってるし、うん、どんなもんなのかなと思って、見てて。したら、まあ一つは、8人子供がいて、全員女っていう。それでその子たちが全員同じバレーボールチームに入ってますっていう、もういいキャラ見っけたなって、ほがらかで明るい家族で。で、お父さんもまあいいキャラなのよ。なんか、で、すいませんみたいなキャラのお父さんと、お母さんの家族で、で、人数調整で応援団に回ってる子なんかもいいんだけど、そこに春菜愛さんっていう。もうこれでちょっとわかるでしょ、その番組の温度みたいなやつがわかるじゃん。これで、あとは、まあ、今度は逆に男の子の兄弟が結構多い家族はここなんですよみたいな。で、そこはそんなに触れてなかったけど、お父さんがちょっとヤンキーっぽいっていうか、昔のサーファーっぽいっていう、茶髪のややロン毛で薄いサングラスかけてるようなお父さんと、そのお父さんにも負けないお母さんみたいなところがいて、で、そこにあの人、俺が前言ったの、アイドリングかなんかで、あの、ちっちゃいパイロンみたいのを、頭に横にちょこんってよくつけてて、で、そこ、駅伝の山形代表が手前回っちゃって失格になっちゃうみたいなやつ、ジジイを盛り込んでみました。で、その、菊池亜美がついてて、で、あと、もう一個は結局最後までほとんど目立たなかったペアで、で、もう一つが、これが肝なんだけど、お父さんと、外国人のお母さんなんね。で、外国人のお母さんがすごい共済家っていう、で、お父さんはもうその、引っ張たかれるか、キスされるか、どっちかしかないみたいなお父さんと、それとその間に生まれた元気な女の子と、で、ここにこの遠藤くんがいて、で、もう一個のペアは杉村太蔵くんがいるわけ。で、もう多分自分がディレクターでもそうすると思うんだけど、その、家族だけでだんまりになっちゃっても困るから、そこにサポーターの盛り上げのやつを人を入れましょうと。で、だから、そこには、いわゆる、例えば、まあ、ロザンだったり、宮崎よしこちゃんだったり、まあ、例えば、俺みたいなクイズ屋さんを入れちゃうと、こいつらのクイズの能力になっちゃうから、あんまり出しゃばらないで、こいつら楽しく盛り上げてくれって多分言われてるし、そうあるべきだろうっていうクイズで始まるんだ。そしたらさ、その、
ここの落とし穴って怖えなと思うのはさ、みんなハキハキしてる子供もみんなハキハキしてて、すごくなんかサバサバしてる感じのいい家族。で、多分オーディションも多分相当ちゃんとやったと思うのよ。あの手の土曜日の夕方にやる番組とかっていうのは、あれが当たったらレギュラーにしようっていう気持ちがなきゃあそこまで予算かけないから。それで、その、ハキハキしたみんないい家族で、例えば、その、外国人妻のところのお嬢ちゃんは、もう遠藤くんにすごい懐いてて、遠藤くん、うちのお父さんになりなよ感覚、うちの家族になりなよ感覚のすごい明るい子なわけ。で、遠藤くんも久々の家族のぬくもりですね、みたいなギャグ言ってうまく盛り上がってたりとかするんだ。そしたら蓋を開けたら、そのバレーボールのその女の子たちがめちゃめちゃクイズができるの。すごい、そのクイズの温度的には、いわゆる、100万円クイズハンターの温度のクイズなんだけど、この子たちがめちゃめちゃクイズができて、で、しかもバレーボールやってるせいか早押しもすごい早いから、例えばそのウルトライントロで、ヘビーローテーションかなんか流れたんだけど、頭の、うはーでもうすぐ、うはーボロボロボロのあの頭の、もう、ボロボロドンタタンドタンタタンのところ全然ないのよ。もうその、本来だったらまたドタンタタンの後のところ、うるる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 たたりじゃーで、あとはそこだ、決めてわかるとこだろ。あー、この歌をフルコを歌いたくて、フルコを歌うためには、元々のトークの路線を全部犠牲にするものになる。諦めなくては今のところセリフね。ね、その、いや、もう頭のなんかもう変な話、CD の頭のキルキルみたいなところでもうヘビロテーションっていう感じなの。で、また元々の前振りとして、うちあの冷蔵庫が壊れちゃったんで、冷蔵庫は絶対いけないと、なんて加藤くんが、あの、そうです、早急にじゃ持ってかないともう冷蔵庫の中のもう全部腐っちゃいますね。そうなんですよ、みたいなのも他の家族やってんだけど、めくると冷蔵庫出ちゃったりとかするじゃん。で、圧倒的に強いから、16枚の商品パネルがほとんどそいつのものになってくるの。で、その時に、結局、諸刃なのは、ハキハキしてる。テレビの緊張にも、なしで、カメラを意識せずに、明るくできる家族っていうのは、暗くもできる。もう、見てらんない。もう、俺らでも思うわけ、視聴者でも、ちょっと加減しろよって思っちゃうのよ。全然だけど。でいて、これやっぱり弊害だなと思うのは、おそらくああいう一般参加のクイズがどんどんなくなってきたことっていうのの一つには、これすごく誤解を、その、恐れずに言うならば、僕らはクイズをわざと間違えることはないです。だけれども、調整はするし、調整っていうのは例えば、さっきのウルトライントロで答えたりとか、頭の問題、頭の本当に数文字ぐらいで、例えば、次の5枚のパネルについて、を全部見たら、出てくる答えは何って問題で、1枚目にネズミが出たところで、ボタンを押して、1枚目ネズミが出て、2枚目に12時を指してる時計が出るか出ないかで、シンデレラって行くんだけど、おそらく向こう賭けに出てるじゃん。それって、50% ぐらいの賭けでシンデレラって言ってるけど、最初のうちはいいけど、多分商品独り占めになってきたなと思った時には、多分これを 80% まで上げてからしかボタンを押さないようにしようとはすると思うのね。それは、さすがにそういう空気も出るし、もっと言えば、悔しがるにしても、一ギャグ入れるじゃん。ね。その、俺なんかほら、もともとその悔しがるギャグとしての、チッキシャーがあるから、で、持ってるからすごいやれるじゃん。で、取った側にしても、ごめんね、ごめんねーがあるじゃない。愚民でごめんねーがあるじゃない。俺にはもともと、ね、あるから、割といけるけど、そういう加工をしてない、生の、なんであいつ取ってんのみたいな。なんで、もう良くないみたいな空気が、一般家庭から漏れてくることに、もう全然、こう、免疫がないわけよ。で、そうなってくると、やっぱりその時に、菊池亜美っていうのは、まあ当たり前だけど、完成されてるバカだよ。こいつ全然ただのバカじゃないってわかるのは、やっぱなんていうのかな。おそらく、あんまり前で、お前がボタン押してお前が答えるは、ない方がいいよ。なるべくだったら家族で行けよって言われてるとは思うんだけど、そこに果敢に入ってって答えたりとか、まあしながら。俺だったらどうしようと思っちゃう。本当にあそこに俺がいたら、どういう風にしたらいいんだかわからない。でいてもう、
俺はそれ加藤くんに聞かなきゃわからないけど、加藤くんの苛立ちみたいなのもビンビン伝わってくるの。うまくいってないっていう、その、この家族の中での明るさのバランスはすごい取れてるし、キャラクターのバランスは取れてるけど、クイズの強さのバランスが全く取れてないっていうところ。ほいで、外国人妻が、やっぱりね、日本とは違う感情表現のお国柄だから、もう切れてるわけ。液晶テレビだっけな。家族旅行かなんかを誰かが撮った時に、悔しくて泣き出しちゃってるの。もうそれがなるべく切ってるんだけど、もうとにかくカット代わりのたびに、本当に全員、そのバレーボール家族以外の全員が、もういい加減にしろよっていう空気がずーっと流れてるのね。それで、後半戦の争奪戦タイムになってきて、まあこれが、その、なんだかんだで一番最初、外国人ペアのところに唯一の取り出として液晶テレビ34万円が残ってる。で、ほぼそれ以外のものは、ウィーがなんか他の家族に行ったかな。ほぼそれ以外の家族7割5分ぐらいは、もうバレーボールペアのとこにあって、で、分取りタイムの、その争奪戦タイムの、ルールは、早押し、さっきも言ったように、早押し、クイズがあります。で、正解した人は誰の何が欲しいって言えます。で、次にもう一回早押しクイズをやりますんで、防御してください。で、もう一個ルールがあって、実はその、取った商品の中に爆弾カードっていうのが入ってて、爆弾が2個あります。で、今のこの早押しクイズで、まず早押しクイズ取りました。取ったら、相手の家族を、指名して、成功したらその爆弾を相手の家族にあげられますと。で、この爆弾が最後まで残ってた2ペアは、どんなにたくさん商品を持ってても、商品がもらえませんっていうルールがついてるね。で、これ逆転がないと面白くないから、あ、じゃあそういう逆転もあるんだってなって、第1問ってなった時に、何の問題だったっけな。もともとは、帳簿の記入に忙しいという意味から派生した言葉で、って言ったところで、その、ボタンパーン!書き入れ時!バレーボールペアが。そしてバレーボールチームが、外国人妻チームの液晶テレビに行った時の、ハキハキした女の子の、キャーっていう悲鳴が、なんで?なんで?っていう声がもうカメラどいて、音声的には多分そこの音声切ってるんだけど、回り込みもあるから。もうその子が泣きわめいちゃってるし、そのパッて映すと家族ペアは、ガンミな、もうこれ以上お前ら何が欲しいんだよっていう。もうすでに、その、早押しボタンを押して答えてピンポンなった時点で、もうガンミな、ほいで、もうそれ液晶テレビも、が来るじゃん。そうな、他の商品だと液晶テレビよりいいもんなんかなんもないから。液晶テレビ来るじゃん。液晶テレビ来るんじゃ、来んじゃねえぞっていうガンがすごいわけ、もう。それ家族が祈ってる家族とかでもう苦笑いしながら液晶テレビって言った時点での悲鳴と、なんでっていう、その怒号。で、結局それを、次の問題何だったか忘れちゃったけど、まあ問題も最優秀の2行ぐらい読んだところで、どうされるの正解で、液晶テレビが動きって時の。で、しかも、たまたまそのバレーボール家族はほとんどの商品を持ってるもんだから爆弾がついてたわけよ。で、その爆弾が外国人妻のところに行くわけよ。で、全部で5問しか問題ありませんよ、みたいなことになってんだけど、で、それを繰り返していくうちに、もう、ほぼの富を手中に収めた状態になるのね。それで、さらに割と目立たなかった家族からも、もう取るもんがあんまなくなってきたから、それと、2番目に取ってる外国人妻の家族なんだけど、もう外国人妻の家族には手が出せない感じにもうちょっとなってさすがに。ほいで、全部のものが10万とかする中で、ウィーは3万なんだけど、ウィーっていう、他の人ウィーを宣言した時に、まあそこの子ももうどん底の顔になっちゃって、今までギリ大丈夫だった子も。で、その地獄映像になってくんだ。ほいで、その最後の最後に、急に、その外国人妻ペアのお父さん、に火がついたっていうか、お父さんが得意な問題みたいな、割とこうひねりも何にもない学術クイズみたいな、こう元素記号 N は何みたいな、そういう問題が出てきて、お父さんがボタンを押せて、外国人妻のお父さんがボタンを押せて、その途端にもう外国人妻のその家族
みんなが、もうクレイジーゴナクレイジーな感じになってるんですよ。でも、これでもう液晶テレビって言うわけ。液晶テレビってもう言うんだけど、それ元々でも欲しがってたのは冷蔵庫だった気がするんだけど、もう液晶テレビは私たちのもんの液晶テレビを、あいつらが取ったんだって意識がすごい強いから、液晶テレビって言った時は、こんで、もう、ま、でも自分のところにもその爆弾があったまま、液晶テレビじゃーって言うわけ。それで問題出て、中国地方の10カ国以上を、みたいな、占拠した。ここに一回 CM 行く。中国地方の10カ国以上を占拠した。ピンポーン。最近、シャープのスマホのさ、コマーシャルが。さすがにないよね。だって俺今、その、もうさ、池田の方から、ディレクタープロデューサーの池田の方から、全権を持って、ここで CM 一発、一時代の最後の CM 入れとかないと、パンクだかんなバカ野郎みたいな感じのやつを、最初すげえ怖い顔して見てるからさ、例の外国人妻の顔の真似なのかなと思ったらさ、もうなんかそれにも匹敵するぐらいの顔してたら、なんかここで CM 入れろって言うから、とっさの起点でですよ。よく今時のテレビにありがちな CM の入れ方したんだけど、した後で思ったのは、あれってムカつくよなっていう俺の中で。結構あるのってさ、クイズのさ、問題だけ見てさ、結果答え見てない番組って多くね、あれやられたことにムカついて、クイズで引っ張ったっていうことに、また引っ張りやがったところにムカついてザッピングしちゃってるから、したらザッピングの先が意外にさ、いつも見ないやつだけども、面白えな、所さんのメガテンって面白えな、みたいなことになっちゃって、結局メガテン見ちゃったもんだから、結局、メガテンはメガテンで、その、前までやってた振りが分かってねえから、あんまよく分かんねえし、そ、あれあのクイズ興味持ったはずなのに分かんねえ、みたいなことあるよね。と同じ現象になっちゃうから今なね。でさらにじゃあそれをひねってみようと思ってもうその話をしないっていう。いやそれでその中国地方を10カ国以上、統治したピンポーン、ね、外国人妻チームなのよ奇跡の。そしてもうキャーってなんだけど。おそらくその途中までにいろいろあったんだとは思う。カットされてる雰囲気で、あわあったと思うんだけど、もう、女の子が、お父さん頑張ってって、お父さん頑張ってくれって言った時に、もう外国人妻が、お父さん、ブシャーお父さん、ブシャー今、ドナルド・ダックの真似をものにしたところでございます。今、森口博子さん直伝のドナルド・ダックの真似を私今、獲得したところでございます。ねえ、その、おいで、もしくはすごい単価絡んだ親父でございまして、ね、その、チチチチってなってるところに、お父さんプレッシャーでパクパクし始めちゃって、明らかに手震えちゃって、あ、なんだっけってなっちゃって、もう、わかりやすく汗浮いてきちゃって。で、その途中に女の子が、ブブはやめて、ブブはやめてって言うのね。そしたらあの、促すやつは時間にさすがにさ、兆候に入られても困るじゃん。そこから。囲碁ですら25秒って言うじゃん。ね。そのまま6年考えてますってヒゲボーボーになりながらそういうわけにもいかないじゃないですか。そこにブブってなるわけ。ほしたらまあその女の子やめてって言ったらね。ほいで親父僕、いや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 ってなっちゃってるわけ。そこで絞り出した声で、モーリーって言うのね。ほいで、ここでやっぱりさ、きついのはさ、毛利で正解にするかどうかがすごいきついじゃん。だってさ、毛利家でしょ？俺全然わかんないけど、その答えが毛利家であってもおかしくない、ここまでの段階だと。何家でしょうかなら、毛利で多分正解。何家でしょうかなら、毛利で正解だけど、後半が、で、で多分、束ねた上に、三本の矢でおなじみのみたいなのが続いたと思うんだ。続くから、フルネーム言わなきゃなんないわけ。多分、加藤くんからして、司会の加藤くんからしたら正解にしたいけど、それできないから加藤くんが、毛利何？って聞いて、元成！うわーってなりながら、外国人妻が爆弾のオブジェをバレーボールチームに投げつけるっていう。これで、さあエンディングですってことになった時の今度バレーボールチーム爆弾もらったから何ももらえないのね。もうその全員の何も魂の抜けた顔、
それと、もう一チーム、まあ、あんま目立たなかったけど、サーファーお父さんみたいな流チームも、何にももらえない爆弾持ってて、それでもうその、外国人妻部、妻チームはさ、旦那にチューしたりとかしてさ、もうその、私たちの、私たちのね、こんな私たちもう、先祖の代から私たちの、脈々と私たちの、液晶テレビが、自分のものに戻ってきたっていう感じのもう大騒ぎ、大騒ぎなわけ。これで、もう一個のチームは、マッサージチェア2万6千円と、あとなんだっけな、化粧品セット10万円かなんかがまああって、ある中で、これ加藤くんの起点であり、スタッフの起点だと思うんだけど、もうとにかく、もう剥き出しなのよ。この番組は最初から最後まで俺に言わせれば、剥き出しで多分、相当もっと剥き出されてるものをすっごい頑張って編集して、だから元は剥き出してほしいと思ったけど、そこまで剥き出しちゃうとダメだよっていう、ね。その、要するに、剥き出すのはここまで、もう、元々はですよ。今、火星方形な番組が多い中で、ちゃんと祈祷を剥き出してほしかったのに根元まで剥けちゃった感じだ。それは怪我だよっていう。それは完全に怪我だよ。根元まで出ちゃった上に、金玉袋も、の中の、ピンク色のフルフルしたものも床に落ちてるしっていう、もうむくむかないじゃなくなっちゃってるやつを、多分編集っていう縫合作業で、なんとか、ちょっと血が出てますけどぐらいには戻ってると思うんだけど、まあその、こっちは一応中の人だから、剥き出しの感じもより分かっちゃうし、現にもう絵の説得力すごいから、まあ剥き出しなわけ、その全員の、まあそのトロー感、まずバレーボールチームのトロー感と、このルールの残酷さ、それと、なんだろう、一つのチームは、もらった方の、その、マッサージチェアもらった方のチームは、まあ終わったからいいんじゃねえのっていう。俺たち何にも損してるし、終わったからいいんじゃねえの感と、あと爆弾何にももらえない、その、ところの女の子は、女の子の、もう、しょんぼりと、その、外国人ペアの、もう本当によくやったっていう感じの、もう取ったりっていう感じのその絵の中で、これは加藤くんの起点であり、多分、スタッフの起点だと思うんだけど、本当にもうぶっちゃけて、みんながそう思ってた頃だから、やっぱ加藤くんの言い方うまいなと思ったんだけど、もうこのままじゃ番組が悪者すぎるのでっていう、ね、悪者すぎるので、救済処置として、その、爆弾の持ってた人は一個だけ商品をもらえることにしますってやるのね。ね。で、これは俺、やっぱり俺の中ではやらないのもうドキュメンタリーとして面白いけど、そら土曜の夕方だぜ、今の展開。今の展開が土曜の夕方だから、見に行く覚悟が違うじゃん。そのシオン監督の映画がそうだったらさ、別に最後に今度血だらけになってくれても全然構わないけど、ね。その、週末に向けてのやつじゃん。で、家族愛も必要なやつじゃん。生きてるんだなと、まあ最初思ったんだ。それで、その、それじゃあ何か欲しいものをつったら、バレーボールペアが取ったものの中に、一番最初の時に欲しいって言ってた乾燥機が欲しい。子供がすごい多いから洗濯機が全然回らないで干してる暇がないから、乾燥機が欲しいって乾燥機があったんで、乾燥機って言うの。で、ここはちょっと俺読みすぎるかもしれない。乾燥機って、はい、それじゃあ乾燥機って言うのね。したらその乾燥機が多分13、4万するんだよね。で、そうすると、2位のやつより獲得商品多いんだよね、もう。その、OK だったやつより、それと、ちょっとそのルールを発表した時の、俺のもうすでにキャラにハマっちゃってる俺からしてみると、外国人妻家族が、なんでそいつら救うのっていう。やっと倒したのに、やっと悪じゃねえんだよ。めちゃめちゃいい家族なんだよ。やっと私たちの家族に、あいつらは、もう、自業自得よぐらいになってるのに、なんで救うのみたいな空気もあるわけだ。それで最後の最後に、それはもうチレッと鳴らしてたけど、もうとにかく逃げろってもう最後エンディングだから、もう下にこう、いっぱいスタッフの名前が、いっぱい出てる。それも早いスピードで出てる、うん。俺あれにいつも思うんだよ。今落ちまさといたいないみたいなあのスピードで流れてるわけ。まあ、この番組は落ちまさといないけど。で、その、最後のペアの子がウィーっつってウィーもらって帰ってるんだけど、よくよく冷静に考えてみると、その子たちの家族にウィーないのね。もうバレーボールペアに取られてるから、おそらくウィーを選ぶ権利は一切ないはずなんだけど、うん、じゃあウィーでよかったねみたいな。3万円だ、お金の問題でもないし、3万円のものだしっていう感じで、じゃんじゃんって感じで終わってんだけど、俺ね、なんかね、今日これを話そうかどうかすげえ迷ったのは、久しぶりに映画撮りたかった。映画撮りたいと思った。俺がその映画っていうものを撮る才能なんか、あれはしないにもかかわらず、たけしさんとか撮ってるからやっぱ撮りたいと思ってた若い頃から比べると、今映画を撮りたいって意識はあんまずっとないんだけど、その中で、これちょっと一本何か撮れるなっていう感じのする、
本当にこう、剥き出されていく感じが、みんなのその、まあ、クイズで物を取り合うから欲が剥き出しになるのはいいことなんだけど、いいことだし、もともと計算通りなんだけど、なんかその、普通の一般家庭の人のを出すクイズってすごい減ってるじゃん。あれはやっぱり、俺たちがその、どっかで悔しがるときにも、生では悔しがっちゃいけなかった、喜ぶときにも、やっぱり全員生ってわけにはいかない。何人かは生の人がいていいけど、そこに関してはどっか抑えるっていう本能的なスイッチがちゃんとある人に安心して見てもらわないとダメだっていう感じなんだよ。まあ、殺伐としてて。俺もしあれをちゃんとした長いコントで撮るか、その、もしくは、あそこに出てた遠藤くんとか、杉村太蔵とかの、くんとか、さんとか、菊池さんとかが何て思ってたのかを、あ、もっと言えば、その、加藤浩二くんが何て思ってたとかを、すげえ全部入れてディレクターズカットを作りたいと思うのと、あとやっぱりね、これは、なんつったらいいのかな。その全部を肯定はしないよ。全部は肯定しないけど、芸能っていうものの中に、その、毒や悪を、ちゃんとやれるっていう人が、いないと、ダメだなと思って、この番組を島田紳助ならどう切ったんだろうと思うのと、まあそこと関係ないところで言えば、それはいっぱい異論があるでしょ。その島田紳助さんが含むものにいっぱいあるから、多分上岡龍太郎さんならこの番組どうやったんだろうと思う。俺、その二人ぐらいしか、今この世の中でテレビに対してすごい毒を許さないって世の中の中で、多分、この二人だったら最初のうちのギスギスしてるところにズバリ言うと思うんだよね。ギスギスしたら飽きまへんわっていうやつを言うと思うんだよね。これでいて、今悪い顔しとったでって言うと思うし、その上を行く毒。で、これはね、もう本当に好き嫌いがあるんだけど、もう一人足すとしたらヒロミさん。ヒロミさんは割とそこに、その被せて、もっとひどいことを言うことで戻すみたいなのを、僕の中ではすごい持ってた気がして、だからこの人たちがおそらく、神岡さんは自主的に、まあ、新生さんも自主的にか、まあ辞めてるんだからあれだけど、この辺のことが、もう包括できなくなってるんだろう。それでも嫌な気持ちをさせたやつは嫌だみたいなことになってるんだろうな。今あれができる人で誰がいいんだろうと思って。アツシ君、まあロンドンブーツのアツシ君か、あ、ダウンタウンの浜田さんとかかね。でも結局そのすごく難しい舵取りを迫られるけど。で、あの完成形は娯楽番組としては俺は出来上がってないなと思うんだけど、なんか、あのクイズ自体はあってもいいんだよね。あってもいいんだけど、あそこまで殺伐と、もう抜き出しにしたかったけれども、本当にポコチンがちぎれちゃったよっていう、シリーズがこれは失敗だよっていう感じのやつはね、久々見て、で、再三再四言う、全録テレビのいいとこはここだなと思った。こんなの、で、それも僕、途中から、その、途中で見てらんないって気持ちがある。先週言ったように、その殺伐に耐えられない俺もいるから、相当ギア変えなきゃ見てらんないと思って目離したりしたのを後から見直せたりとかしたし、絶対予想もつかないじゃん。こんな土曜日の夕方にさ、争奪戦家族クイズあるから撮ろうなんか絶対思わないじゃん。でもなんかうまくみんなごまかして、TBS であれのメイキングみたいなやつを流してもらうと、絶対これから、一般的な参加のクイズ番組が戻ってきたりとかするならば、必要な何、昔の先人はやってた必要な何か。例えばね、絶対知識で当てられない4択とか入れてたんだよね。昔は。絶対知識で当てられない4択を入れとくと、クイズ的なその能力の差がいっぱい出ても、なんとかなったりとか、そこを入れてて、多少頑張ったのはなんか、そのついてる助っ人の人が、ダーってルームランナーの上で30回足踏みして、早く足踏みした人が早押しっていうクイズがあったんだけど、もうその状態で無理だって。ちゃんと走れないって俺なんか。で、その、しかもその時のクイズに限って難易度調整がうまくいってなくて、ヘビーローテーション以降に出てきた曲が誰もわからないから、わかんなくて、その問題が誰もわからなくて、グズグズになるみたいな展開もなっちゃってたんだけど、なんかね、すげえ、ぬるいと見せかけられた分、すげえ俺の中では刺激的な、すげえ刺激的な番組だったら、まあ少なくとも小林遥に会ったら、小林遥なとは来週も会いますから、聞いてみようと思って、どんな感じ、あれこんな、あれどんな感じだった、あの後どうなったのね、あの後誰か誰かを殴った、殴りはしないみたいな。